箱根の老舗旅館一の湯の秘密をシンプルに解説します。こちらは檜旅館の経営陣。近年宿泊客は伸び悩み、利益が上がらず従業員の給料も低いまま、手を尽くしてもうまくいきません。経営改革の迷路から抜け出す方法はないのでしょうか。1630年創業、箱根の老舗旅館一の湯で社長の小川さんからヒントをもらうことに。なんと人事生産性の導入がいいそうです。人事生産性とは、従業員1人が1時間あたりにどのくらい粗利を上げているかの指標で、粗利割る総労働時間で表されます。例えば人事生産性を2倍にするためには分子を2倍にします。分子の粗利は売上から仕入れを引いた数字ですが、売上を 2.5 倍にしても仕入れを引くと粗利益率は約 80% なので、それでやっと2倍、あるいは分母を小さく2分の1にします。でも人事生産性の分子を2倍にするため、売上を大きくしようとすると売り場面積を広げたり店数を増やしたりと大きな投資が必要です。仕入れを小さくするのはもっと大変。原材料比率が約 25% のところで 1-2% の削減努力をしても成果は小さいまま。なので人事生産性を高めるには分母の総労働時間を少なくするのが効率がいいのです。そのためにまず従業員の業務の壁を取り払い、一つの業務が忙しいときは他の暇な従業員が手伝うようにして作業しない時間を減らしました。でも檜旅館の経営陣はその分収益や給料が悪化しないか心配。いいえ、人事生産性が高まることによって収益は上がり、給料も上がるのです。それまで1500円程度だった一の湯の人事生産性は5000円までアップしました。他にも一の湯グループの予約センターの統合や食品製造の集約化、ハードウェアの交換で環境を改善し作業効率を高めたのです。さらに宿泊料金を適正な低価格にすることで客層が広がり常に満室状態に、売上もアップしたのです。こうやって一の湯は売上を伸ばしながら時間をかけて経営改革を続けてきました。結果総労働時間が減り、粗利は増え、人事生産性が高くなったのです。ただし小川さんが注意しているのは、組織を合理化しても商品やサービスの温かさを忘れないこと。その取り組みが認められ、一の湯はハイサービス日本300選に選定され、神奈川観光大賞を受賞しました。檜旅館の経営陣は小川さんの話に納得です。ひとまず一の湯の温泉に浸かりながら人事生産性について考えることに。すると檜旅館の経営改善の具体的なアイデアがひらめきました。温泉に入るとそこから幸せが始まるようですね。1630年創業の老舗旅館一の湯はこれからもさらに改革を推し進めていきます。